国鉄滝1850経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はニトロシル硫酸溶液専用の35トン石タンク車として1977年11月4日に一両が日本車両製造にて製作された。記号番号表記は、 特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。本形式の他にニトロシル硫酸溶液を専用種別とする形式には、他に例がなく、唯一の存在であった。所有者は、日本陸運産業でありその常備液は、神奈川臨海鉄道浮島線の末広町駅であった。1979年10月より化製品、分類番号、新84が表記された。 ステンレス構成のタンク帯上部にある2個のドーム状のものは配管、便類のプロテクタである。2役方式は液質入管からの上入れ、液質入管と空気管使用による上出し方式である。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は 1900mm、全幅は 2485mm、全高は 3537mm、台車中心間距離は 6800mm、自業席は19.5立方メートル、自上は15.0トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR225 である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には車席が JR 貨物に継承され、1999年1月に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。